番厄介なエンディングを回収するためにここまでやってきたわけですけども、今ね殺人事件を解決した後あたりなんだよね。で、まあ、攻略サイトをバチバチに見ながらやってるんですけど、どうも殺人事件が起きた時に私はそのまま扉を進んでしまったんだけど、じゃなくてアレン君が目覚めた部屋に戻るとこのように鍵があるそうでっていう展開、いや知らんわと思って急いで録画を回しているわけですよ。何？うん、いや、はてなって私も今その気持ちよ。いや、なんでもない。ただなんだかモヤモヤするんだ。それ、あまり近づかない方がいいかもしれないよ。うん、セーブした。触ります。何？あれ？あれ？先生になってない？あれ？知らない。あれ？こんな部屋、え？気づいたの？うふ、変な子ね。とても変だわ。迷子なの。もしよかったら道案内してくれない？大丈夫よ。君には道が見えるはずだから。私は目があまり見えないの。フィオーナ！え？君は、そうね。涙の匂いがするわ。じゃあ、泣き虫くんね。いえ、魂はもうないわ。小さなちっちゃな欠片みたいなものよ。あの子のせいね。全部、生まれ変われないのも。そっか、囚われちゃうんだ。来世に期待とかもできないんだ。そう、そうね。あの子はいつもそうよ。あんなに髪の毛伸ばして、立ち切り方ぐらいとっくに知ってるはずなのに。忘れられないだなんて、めめしいったらないわ。断ち切らなきゃ、そんな重い重りを引きずって進めるわけないじゃない。頭いいくせして、そんなこともわからないなんて、ムカつく。え、フィオナ可愛いな。いや、でもあれかな、どっかから先生のこと見てるってこと？先生だから髪切らないの？バカよ、あの子は。バカバカバカ、もう。何よ、私はそんなに重くないわよ。確かに、たくさん食べてたけど、平気よ。もう行きましょう、ほら。もしかして、フィオナ、救済エンドとかあったりする？それが、もう一個のエンディングってこと？マジ？はい。とある森の奥に小さな家がありました。小さな家には母親、父親、そして少女が住んでいました。レティとリックか。生活はとても貧しかった。しかし、母も父も優しくしてくれて、少女も空腹を我慢しました。あ、再婚じゃないんだ。お母さんはお母さんなんだ。突然のことでした。母が人が変わったように少女に冷たく接し始めたのは。父が出かけたすぐ後に無理やり森の奥へ連れて行かれ、少女は母からこう言われました。お前の分の食料ももうないんだ。家に帰ってくるんじゃないよ。森は暗く帰り道もわかりません。少女はゆっくりと目を閉じて考えました。どうして私が弱いからかな。だから私の分のご飯はないのかな。そうゆっくりつぶやくと一人の少年が少女に話しかけました。僕が強くなるから君は弱くていい。少女は大変驚きました。そしてそうそうなのねと言ってそのまま眠りにつきました。少女は自分と向き合うことを放棄しました。
ちょっとセーブか。さすがに。いや、多分ここだと思うんだよ。逆にこっちは。あ、戻されるんだ。なるほどね。はんはんはん。じゃあ行こうか、フィオナ。次は、じゃあ、チェルシー？あ、朱色だ。はい。とある花畑の近くに白い家がありました。白い家には母親、父親、そして長女が住んでいました。あ、やっとチェルシーの物語わかるか？え、父親は家に帰ってくることはなかなかありません。母親は年をとっており、体が弱いため、少女は代わりにいろいろなことをしました。ある日お使いの途中で母親との約束を破ってしまい、少女は花畑で花を摘みました。その時出会った優しい人と、少女はおばあさんの家へ行きました。少女が薬を取りに行った後、部屋へ戻るとおばあさんは狼に食べられてしまいました。え、本当に狼だったってこと？いや、それはあくまで童話だよね。え、少女はひどく恐怖し、その場から動けません。そして狼は少女へ近づいてきました。あ、狼が少女へ手を伸ばしたその時、狼は真っ二つになりました。狼の後ろにいたのは斧を持った自分の父親でした。あ、やっぱそうなんだ。え、真っ二つになった狼と真っ赤になった父親を見て少女は震えました。その後少女は走って自分の家へと帰り部屋にこもりました。父親の声が聞こえます。少女の声も聞こえます？お父さんが人を殺してしまった。でも一番悪いのは私じゃないの？あれはお父さんだった。人だった。考えるほどあの時の光景が頭の中をぐちゃぐちゃにしていきます。だからもう考えないようにしました。少女は認めることを放棄しました。現実逃避したってことかな。なんやこんなん知らんぞ。で、次は、ジョシュア。うん。とある大きな町に大きな家がありました。大きな家には母親、父親、少年の姉、兄、そしてたくさんの人が住んでいました。少年はたくさんのことを強いられ、そんな毎日に飽きてしまっていました。あ、教育熱心だったと。うん。少年の楽しみは大きな家をこっそりと抜け出し、外へ冒険することと、その話を母親に聞かせることでした。その多くは嘘でしたが、母親は喜び、頭を撫でてくれました。とある日、どこかで雷が落ちた日でした。父親のお城は崩れ落ちました。お城は崩れ、お金はありません。ひどく悩み、そして少年が最後に見た。あ、そういうことか。お金なくなって、自殺しちゃったんだ。少年は母親に訴えます。しかし母親はこう言いました。こんな時に何を言ってるの？私たちは今とても疲れているの。そんな嘘は二度とつかないでちょうだい。少年は何度も母親を連れて、父親の元へ行こうとしましたが、やがてその手を離しました。少しの時間が経ち、少年の姉、兄が母親を父親のいる方向へ連れて行きました。僕が行った時は嘘だと言ったのに、どうしてあっちには何かあって僕には何もない、どうしてあっちには何かあって僕には何もないから。今までのもう嘘だって分かってた？なら分からない嘘だったらいいのか。嘘のクオリティを上げることへ進もうとしてる？ダメよ。うん。少年は自分を磨くことを放棄しました。なるほどね。いや、すごいな。みんなの物語保管されてるな。ってことは、ステラの物語も保管される。よっしゃ！ここ楽しみにしてたよ。めっちゃ読んで、喉が痛いけどね。
続き、いきますか。とある森の奥に小さな町がありました。小さな町にはたくさんの人が住んでいました。病気一つせず皆健康に過ごしていましたが、ある嵐の夜、突然のことでした。森に呪いがかけられたのです。毎日多くの人が呪いによって死んでしまいました。しかし一人の少女だけ呪いにかかることがありませんでした。呪いで家族を失った少女、かわいそうだと多くの人が家へ招き入れました。それでも呪いはやってきます。少女はまた家族を失いました。5番目の家を失い、6番目の教会で出会った人から、一つのリンゴを差し出されました。このリンゴは死の呪いをかけてくれる。みんなと一緒に天国へ行けるわ。しかし少女は拒みました。そしてその人も呪いによって死んでしまいました。少女は毒リンゴを食べなかったことをひどく後悔しました。ああ、一緒に死んでおけばって言ってたもんな。そのうち少女は生きることを嫌悪し始めました。少女は生への執着を放棄しました。でもステラはなんでこの建物に来たの？自分で来たんでしょ？死ねると思ったの？いや、これを読む前よりかは、だいぶ、なんとなく話が見えてきたけど、なぜなぜどうしてってことがまだあるな。ん？ライブラリー？この匂い本があるのね。あ、見えてない。じゃあ昔のあの子とよく行ってた図書館かしら。大好きだったの。もう潰れちゃったのにね。本当にダメな子。どこかに白い手帳はない。あったら教えてほしいわ。うふ、そんなこと聞くのね。夢なら心が痛むわけないじゃない。そうね、天国や地獄というものに似てるんじゃないかしら。ここに来てしまうのはきっと単純な理由なのよ。ペケペケを失ってしまったりね。多分これ愛だと思うんだよな。愛を失ってしまったり。ん？猫？猫ってあのムカつく笑い方をする猫のこと？私の知ってる猫と同じかな。何？君はあの猫の言うこと全部信じてるの？人の不幸をご馳走のように扱う悪魔の言うこと？どうして自分自身で見て経験したわけじゃないのに信じられるのかしら。全くわからないから信じちゃうのね。不思議ね。嘘つきはどこにでもいるわ。こんなに溢れてる。騙される人もどこにでも溢れてる。でも損をするのは騙される人だけだわ。神様はサディストなのかしらね。冗談よ。あ、やっぱり本の匂いって素敵ね。一旦セーブか。うーわ、結構いろいろあるな。白い手帳？多分どこかにあるのだろう。うん。白い手帳はじゃあフィオナの手帳ってこと？それとも先生の手帳？いやでも一回目新エンド行くために必要な手帳的なもの？あれ白じゃなかったよね。どこ？はい。うん？あ、あった。あったの？そう、中身見てくれないかしら。そう、白紙なのね。あの時からずっと白紙のままなのね。いえ、いいのよ。もう確認できたからいいわ。あ。町に住んでいる何々さんが何者かに強盗殺人。はい。この犯人を捕まえることが、しかし。あ、あれ？先生。両親死んでんだっけ？記憶を。あれ？
それともアレンくんだっけ、両親死んでんの。じゃあアレンくんの両親は死んでないよな。あ、猫がほにゃららしており。どうしたの、怯えてるわ。いえ、何も言わなくていいわ。きっと知られたくないことよね。ほら、大丈夫よ、大丈夫。私の魔法のおまじない。先生も大丈夫、大丈夫、大丈夫って言ってた。先生もこの魔法かけてもらった人なんだろうな。人名辞典。ちょっと貸して。こんなに分厚いのね。名前がたくさん。ふふ、面白いわ。私の名前はね、明るいって意味らしいわ。先生がつけてくれたの。そうなの？親はいないわ。きっと捨てられた。最初の記憶はほとんどない。後で院長先生に聞いたのよ。でもいいのよ。はじめがとても不幸だったから、毎日がとても幸せだった。あの子の名前はね、愛されるもの？そうなんだ。だから自分には似合わないって言ってたんだ。先生はみんなに愛されてるけどね。私も好きだし。でもそのことですごくすごく何かに怯えてたわ。あの子は愛を知ってる。ちゃんと愛されていたもの。私たちの先生、院長、新しくできた友達。こんなに。でもあの子がそれを愛だと気づかないから、そして愛されないと嘆くの。あ、なんて贅沢ものだってこう第三者的には思うけど、なかなか愛されてることって気づくの難しいよね。よっぽど言葉にされてたら気づくのかもしれないけど、難しいよな。なんとも言えないな。私もちょっと愛がどうとかよくわかんないから、知らないからなんてただの言い訳よ。うんうん。あら、愛なんてそこら中に溢れてるのよ。ほら、こっちにもあっちにもあるのも愛。今こうして話をしているのも私から泣き虫くんへの愛よ。そのことに気づいて、きっと初めて自分への愛となるの。気づかなきゃその辺の石ころと変われないわ。いやー、その一周目終えた時もすっごい面白いゲームだなーって思ったけど、あ、ここのパートめっちゃいいな。大丈夫か？写真、女の人、女の人、髪の長さ、肌は若い。全部答えてくれるなんてあなたは優しいわね。私たちの先生だわ。美人でしょ？ずっと子供が欲しいって言ってて、婚約者もできたって言ってたの。名前ももう考えてるって言ってたわ。もしかしてそれって我だったりします？あれ？チェルシー？え？チェルシー？あ、チェルシーのお母さんが先生だったってこと？めっちゃ面白いからセーブしよう。え？チェルシー、あれ言って、あれ、ちょっと時間空けるとすぐ忘れちゃうんだよ。あー、なに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 、キャベツ、はい、なになになに、帰ります、着いたみたいね。空よ、魂の空。これから生まれ変わる。あ、だからキャベツ畑ってこと？食べられた魂も
力を失った魂も全て生まれ変わるの。私は重りがあって飛べないからダメなの。そうね、中には魂だけになってもなお存在しようとするやつもいるわ。素晴らしい力は同じくらいにひどい力へと変えてしまえる。でも何か一つに依存するより生まれ変わった方が早いと思わない？くしゃくしゃになった髪を折り目のない髪に戻すなんてこともう無理なのよ。私はもうダメなの。魂を失って輝きも失ったわ。なんだっけ、明るいものって名前なのにね。家族なのに、一つだけのつながりなのに、私も情けないわね。君たちは、ちゃんと断ち切れる人になってね。向き合うことを放棄して、認めることを放棄して、自分を磨くことを放棄して、性への執着を放棄して、そしてあの子は気づくことを放棄したわ。先生、これから見るのはそうなってしまった人の末路。大丈夫よ。君たちが今一番不幸だと言うなら、それだけ幸せを感じられるわ。君たちはまだ子供でしょ？まだ大人じゃないわ。そう、いつも先の方向を見ていればいい。後ろを見たって何も、得なんかしないもの。結局はすべて君次第よ。また会えたらいいわね。生まれ変わって、また会えたらいいね。おやすみ、泣き虫くん。ねえ。ねえ。大丈夫？ぼーっとしてたけど。いや、大丈夫ならいいんだ。早く扉を開けよう。これ隠しシーンなんだ。はぁ、めっちゃ面白かった、花見ステル。いや、確かに、あの殺人事件が終わった後、この部屋、わざわざ来ないよな。うーわー。めっちゃいい隠、めっちゃいいシーン隠すじゃん。うわー。じゃあ、もういいのかな？うん。いいんですね。あー、めっちゃよかった。うわー、先生。愛されてたよ、ちゃんと。あ、めっちゃいい。いや、めっちゃよかった。めっちゃよかったわ。あ、言葉にできないもん。ああ、いいよな。いいよな。あ、ほんと、生まれ変わったフィユナに会いたいな。どこかで会いたいな。はい、ということで、まあね、こっからまた同じかな？カットかな？ここでエンディング分岐になるのよ。で、まあその、すべての条件を満たした状態でここまで来ると、あそこに白い丸、まあ、穴なんだけど、出てくるわけよ。一周目やったときは、うん。一周目やったときは穴なかったもんね。うん。うん。話してくれそうにない。あー、やっぱりあれか、先生の夫婦の娘だっていうのは、多分初出し情報だよね、さっきの。ピオナの。いいんだよね。私何か忘れてるわけではないよね。うん。
い。なんで数ページ破られてるんだろう。やっぱさっきの強盗のあれは、アレンの話か。これは、そうか、もうすぐだ、きっと終わる。ピオナ。いつもの世界。お休みしたまま。僕はたくさんの人を愛した。でも僕が愛されることはない。やっぱ愛だね。もっとたくさん愛さなければいけないのだろうか。でも、もう悪い奴はいない。そう、悪い奴は愛せばいいよって、誰かに言われたみたいな。書いてたな。それで、愛そうとしたけど、自分は愛されないと。そうだ、猫に、そうやって言われたんだ。なんで猫の言うこと信じるかな？あいつ嘘つきだよ。ただひたすら僕は愛されるために人を愛そうとしている。ちょっと、それって、よくあることではあるんだろうけど、ちょっと、純粋さに欠けるか。あそこの鍵が開きましたってこと？なところか？で、アイテムで、これが9つある。ステラとか書いてんだ。間違った。一応、ここです。セーブしとくか。じゃあ、いよいよ、未知のエンディング、最後のエンディング、回収しに行こう。変な穴がある。入ってみる。行くよ、アレン君。これが最後のエンディングだよ。ゴー！怖いのやだな。怖いのやだな。よかった。始まんないと思った。お前の罪の数を数えろ。は？なに？仮面ライダー電王見た人？なんかそんなセリフなかった？うろ覚えなんだけど。チェジャ猫は、フード脱いでる。チェジャ猫ってそんな見た目なの？ちょっと良さそう。判決、有罪、終身刑に処す、一生いい夢でも見てな。よう、なんだ、前にいただろ、中見せてやるぜって。ぐちゃぐちゃだったからな、適当にかき集めた。かき集めた。体のパーツをってこと。どこから集めてきたの？どこから拾ってきたの、あんた。捨てなさい。右目は羊に苦しめられた少女。羊？髪は光を失った少女？光を失った少女？フィオナ？羊に苦しめられた少女。耳は親に捨てられた黒猫。なかなかクールだろ。もっと褒めていいぜ。俺は約束だけは守るやつだからな。光を失った。ステラたち。ステラたちから集めてきたのかなって思ったけど、誰だ？
鍵もらったんだろ、白ウサギからさ。でもお前が刺すのも刺されるのもつまんねえんだ、私的にはさ。何聞いてもわからないばっか食ってもうまくなさそうだしな。ああそうさ、前にも言ったかな、俺たちは魂欲じゃないと消えちまうからさ。魂なら犬でもカエルでも食える、でも人が一番うまいぜ。特に絶望や苦痛で潰れちまった魂はな、ああ美味しいんだ。子供は余計なことを知らない、あるものを奪っちまえば簡単に潰せる、うん、まあお前からそれを奪った時ほとんど空っぽになるなんて思わなかったけどな。これ前も言ってたよな。だから多分アレン君は愛を奪われてしまった感じかな。今時そんな子供がいるなんてレアだと思うぜ。逆に大人はダメだ、知識で汚れちまってる上に簡単に潰れやしない。だから俺たちは子供を狙ってこの世界に招待して料理してるのさ。ああ今回は特別なパターンだがね。結局あいつは変われなかったのさ、ガキの頃からちっとも。そしてこんなに大きな世界を生み上がった、今日ほど愉快な日はない。そうだ先生、そのいろんなものをこう集約しておっきい穴作っちゃったみたい、扉作っちゃったって言ってた。何かおかしいか、お前だって豚や牛の魂を食ってるんだぜ。俺たちがカエルや人の魂を食うのと何が違うんだい。そもそも俺たちとお前らの違いなんて全くないんだぜ。でも君嘘つきだからな、信じないぞ簡単に。なぜ俺たちがお前と同じ言葉を話し行動するのか気になったことはないのかい。問題、ででん、人は死んだらどうなると思う。え、人は死んだら世界から見えなくなる代わり、見えなくなる代わり、うん、一つの力をもらえる。ん、魂は死んでないからさ。いろいろあるんだぜ、俺は人から何かを奪える、ウサギは人の進む道しるべを書き換えられる、いい方向にも逆にもな。それをお前らが都合よく悪魔や天使だって勝手に名付けたのさ。俺らと違うっていうのは神様だけだよ。かなりお怒りだぜ、生き物はすべて愛がないと生きていけないようにした。でも人は愛を忘れた、そして自分たちで勝手にルールを作ったんだから。さあそれはどうだかな。人が誕生した時点で世界は終わってるんだよ。もうあとは終わりに向かうだけなのさ。うさぎしゃん、うさぎしゃん、書き換えて、それ書き換えて。俺としたことがつい長話をしちまったな。少し前に言っただろ、世界と世界をつなぐもう一つの方法、はい、悪魔との契約。簡単に言えばお前の魂と俺の魂をミックスする。ミキサーに入れる。魂を食らうより取り込む方がずっとずっと長く存在できる。意志っていうのは厄介でね、それだけで全てを思い通りに動かすことが困難になる。あー一応互いに同意し合ってないと混ざり合えないってこと。だがお前は空っぽだ、こんな都合のいい物件はなかなかない。お前が全部くれるってんなら、お前、俺は俺にこの世界のやつらみんな世界に戻してやるぜ。ピアナ返してくれる。何ガブリッと気づいたら終わってる。痛くないよ。ここで消えるか、それとも俺として存在し他を助けるか、どうする。多分いいようにしたら話進むよね。違う？ちょっと待ってね。もうここまで来たらね、容赦なく
攻略サイトを私は見るんですけど、うん、いいよで話が進むようだから、一応嫌だ見てみるか。差分気になるよな。うん、やだ。そうかい、じゃあここでバイバイだ。あばよ。あ、うん、こっち選ぶとゲームオーバーって書いてたもんね。なるほど。じゃあ行こうか。はい、ここまで戻ってきました。嫌だでゲームオーバーになりましたね。じゃあ話進めるか。これでエンディングに行けるそうです。いいよ、契約成立だ。賢いガキは嫌いじゃないぜ。まあぼんやりと景色が見える程度には意志は残ってると思うぜ。ほんと？お前から奪ったもの？そうだな、最後に教えてやるさ。多分愛じゃない？ペケペケ、俺はお前から、他の奴らからペケペケを奪った。いや教えてよ、愛で合ってんの？ねえ。そうかい、それならお前のことを覚えておいてやるさ。んじゃな、アレン。忘れられたら死んじゃうからな、本当に。二度目の死って忘れられることだからな。でもチェシャ猫が覚えててくれるんだよね。あー、これアレンのお家かな。あー、仲良くしてたんだな。あれピクニックよね。うん。あ、ご飯中に新聞読んだり本読んだりで、お母さんが怒ってると。あったけ家庭だよ。あ、チッスされてる。あ、マジでいいお家だったんだな。だから愛を奪われることによって全て失ったんでしょ、記憶とかも。あ、つまり記憶は愛に溢れてたってことなんじゃないの、これを見る限り。あれ、そうだよな、愛されてた記憶が全ての子供なんてきっと珍しいんだろうな。誰だっけ、チェシャ猫か誰か言ってたよね、珍しいって。そして目玉焼きでしょ。行ってらっしゃいってお家を出てって、それが最後になったと。でもさ、猫がなんかあれしてたって言ってたよね。猫のせいってこと？ああ、そらショッキングだよな。そして先生と出会ったと。なるほどね。まあこうそれぞれのエンディング、まああの鍵を刺すことでステラとかジョシュアとかチェルシーのその背景とかが見れるんだろうなーっていうのはなんとなく想像してたけど、そっか、アレンの背景ここでわかるのか。あ、やっぱり新しくするとすぐにはなれないな。鍵はウサギに会いたくないしな。適当にその辺に捨てておくか。あー、アレンくんの体もらったチェシャ猫かな？さて適当に回収していくか。誰から食ってやるか。ねえ、助けてくれるって。やっぱり嘘だったの？あ、わざとあいつの前で食ってやれば、あいつも完全に潰れるだろうな。ね、あいつって先生のことじゃない。大人は食えないからな。適当に遊んで、あとは新しいパーツにでもなってもらおう。しししチェシャ猫ブレー、うわー。いや、アレンくんの背景見れたのは良かっただけど、やっぱり嘘つきじゃねえかお前。あ、アレンくん、
みんなのこと助けられると思って契約したのに。ということで、はい。私のアリスメアですね。全エンディング回収して、これにて完結になります。はぁ、よかったな。一周目終わった時も言ったような気がしなくもないけど、すごい世界観とかいいなっても一周目の時点で思ってたんだけど、隠しシーンはめっちゃ良かったな。そりゃこれだけの評価になるわ。これが振り毛だったなんて、あっていいんですか？いや、めっちゃ、まあ私はスチームで買ってんだけど、まあめっちゃ良かった。で、これまたどっかで言ったかもしれないけど、私エンディング、さっきのチェッシャー猫っていうのを見るための条件を早々に逃してたので、やり直してるんですよね。で、この世界観とかストーリーを理解した上で、やり直して、様々なセリフをまあ見てるんですけど、そうすることでやっぱり見えてくるものとかも違って、まあめっちゃ楽しいと思ったんですよ。ということは、今この実況を、まあ、見てしまってるあなたも、自分の手でプレイすることによって、またね、楽しいと思うんですよ。で、まあ宣伝もね、もうダイレクトマーケティングをバチバチに挟みますが、私はスチームで買ったんだけど、300円でお釣りくらいの値段だったんじゃないのかな。もうそもそも、それでも安い。安いよ。それだけ楽しくて300円しないってめっちゃお得だと思うんですよ。まあ、あとはもう、もともとフリーゲームなので、まあ、それも未だにダウンロードして遊べるので、よろしければ皆様もね、自分の手でやってみるのはいかがでしょうか？ん？やってみたらいいんじゃないでしょうか？ということで、あ、めっちゃ楽しく、いや、何度も言うけど隠しシーンめっちゃ良かった。いや、先生の解像度めっちゃ上がるじゃん。そういう、まあ、先生は、まあ、体は大人だけど、精神が子供のままっていうのは、ま、言及されてたよね。まあ、そういうなんか、まあ、コンプレックスっていう言葉を使うとちょっと安っぽくチープになってしまうような感じもするけど、そういうコンプレックスだとか過去だとかいろいろねバチバチに囚われてる男っていいよね。しかも自分が愛されてることに気づいてないんだぜ。つまりは盲目ってこと。最高じゃん。ということで、はい、めっちゃ楽しかったです。お疲れ様でした。バイバイ。先生大好き。